I appreciate 高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。8月6日のダイジェストです。6日の午前はルーティン、午後は買い物とドライブ、夜はお夕寝とマンダラです。これは翌日に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げていますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ筋トレ、目の運動、ウォーキングが6664歩、8時間睡眠、ゆうとれさんとマリナトレさんで運動、オレンジ色がお休みをしていて、黄色のアクリル絵の具でオラクルカード、動画編集とブログを書いて、黄緑色の拡散がツイッター2つ、フェイスブック3つ、YouTube 1つ、ノートとホームページとアメーバーとブロガーでシェアをして、LINE ブログで日記のタイムラインを書いています。Instagram 1つシェアしました。緑色が、野菜の収穫、水色が計画、青色が暗記暗唱、紫色が写真撮影、ピンク色がオーラルケアと身だしなみを整えて誰かを褒め感謝を捧げて自分を愛して褒めました。薄だいだい色が皿洗い洗濯、あと料理のですね、料理、皿洗い洗濯、生理マッサージ、お風呂、ボディメンテナンス、寝る前の整理整頓、黄土色が買い物と両学長の動画を見たのと、茶色がテレビと漫画と全粒粉パン作りもして、ドライブにも行きました。黒色と灰色がお休みをしていて、白色が祝詞とお経をお祈り、金剛院さんで読経をしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、計画的なお買い物をして黄土色のお金の才能を伸ばしました。だいたい10日分の食材で、1日が1290円なので、10日分で1万1000円くらいでお買い物をしました。あとはオラクルカードの書き込みでクリエイターの黄色の才能も育てました。どういう方向に持っていけば自分が楽しいか、直感に従って楽しんでみます。共感能力の才能で肩マッサージの動画を見ながらレオ様の肩を揉むこともしました。相手が気持ちが良いと思ってくれれば私も気持ちが良くなるのはなぜだろうとエステティシャンの頃から思っていましたが、フォトンというもののせいだというのを大ちゃん先生っていう方の動画を見て、ああなるほどの響き合うんだなって戻ってくるんだなっていうふうに思いました。宇宙の法則でね、その鏡だという言い方もできますね。自分がこう人を気持ちよくしてあげたい、その思いが自分にも戻ってくるみたいな、で愛を響かせるって大事なことなんだなというふうに思いました。今日の自分観察で運動の後でレオ様が夕暮れのドライブに誘ってくれました。リピセンというカフェでレモンとキャラウェイのスコーンを買ってくれて、ファミマの美味しいアイスラテを勧めてもらって、子供のように私は喜んで助手席に乗せてもらって、おしゃべりをしたり、写真を撮ったりしていました。本当にレオ様は私を喜ばせるツボを心得ています。幸せ幸せ、神々しい夕日とレオ様の笑顔とたわいもない会話で幸せなドライブをしてきました。
膝の怪我ですっかり歩けなくなってしまった私のために、去年アパートで一人暮らしをしていたあたりをレオ様がさりげなく回ってくれました。懐かしい思い出眺めていた気が利く子だなというふうに思いました。レオ様の iPhone の、レオ様に iPhone のカメラで夕日で逆光になった手前の色を明るくして撮影する方法も教えてもらいました。また一つ利口になれて嬉しいです。レオ様は本当に物知り、幸せな時間をありがとうございます。あ、そういう意味では灰色の才能も伸ばしましたね。でも自分で実際やってみていないので、また自分で撮影の時にやってみたいと思います。感謝感謝の一日でした。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。神様と皆様に感謝します。はい、アプリシエイト。今日も夜遅くなってしまったので、この後オラクルカードの続きを書きたいと思いますので、最後の言葉に行きます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない。自分との一本勝負です。過去を悔やます。未来を恐れず。この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。はい、アプリシエイト。じゃあまたね。バイバイ。